今枝重野は戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、前田家の家臣。天文23年、斎藤道三の家臣、今枝忠光の子として生まれる。織田信長に仕え、元亀元年、稲葉義道に属して、姉川の戦いに出陣する。元亀元年、安藤盛成に属して、伊勢長島に出陣する。天正3年、長篠の戦いに出陣する。信長没後は、次男、織田信雄に仕え、天正12年、小牧、長久手の戦いに出陣する。敵方の池田恒興勢を偵察中に、陣中の池田家家臣で重直の妹婿の日置、忠勝から狙撃を受けている。後に、豊臣秀吉、豊臣秀次に仕え、秀次の家臣として5300石の地業を得る。文禄3年、秀次の創制で、15位下、内記に叙任される。同じく秀次に仕える津田重久と共に、豊臣勢を賜った。文禄4年の秀次の没後、前田利長に3000石で仕える。後に2500石の加増を受ける。慶長3年に、日置忠勝の逸男の直久を養子に迎えた。以来、今枝家と日置家は代々縁組を重ねる間柄となった。慶長5年の関ヶ原の戦い時には、前田家の北陸方面の戦いに参加し、西軍の山口宗栄の加賀国大障子城攻めに出陣した。慶長19年の大阪冬の陣には、奥村永民に属して出陣し、慶長20年の大阪夏の陣にも出陣した。元和5年、隠居して家督を養子の直久に譲り、隠居料500石を賜る。寛永4年12月、金沢で死去。享年74。重直が美濃国に住んでいた頃、長良川で鮎を取っていた時に、通りすがった男に鮎を一尾所望され、五尾分け与えたことがあった。後に、重直が諸将と共に、安土城で、信長に謁見した時に、声をかけてきた男から、鮎の御礼を言われた。その男が、明智光秀であった。ありがとうございます。